今日の私があるのは大山先生のこの「通の葉書そして芦原先生のその時の署名と判んここれによって私は人を信じる死を持つそれはどういうことなのかということを実感しましたある人を全く暗黒に足様に語ろうとすればそれはそれで可能でしょうそうした材料だけを集めてくればそうなるしかしそれはあくまでも一面に過ぎない。 断片に過ぎない私は大山先生芦原先生に虹を見たその虹によって勇気づけられ元気づけられ今日まで生きてきた上島義郎の遠くの声を探してえ YouTube のチャンネルさまざまな分野の発信があります。え格闘技 の世界について論じるものも少なくありません。私もそれらを目にします。私事になりますけれども。えー、少年の頃。まあ梶原一揆の描いた空手馬鹿一代の世界に憧れて。私は愛媛県松山市にあった極真会館四国支部足原道場に入門しました。 えー、昭和54年1979年の春のことです、えー。もう40年以上前になります。まあ、当時、えー、足原秀行先生は極真会館におられました。その師であるところの大山増達先生にも私は大きく影響を受けました。えー、私の空手道人生という 若者向けに書かれた男はいかに生きるべきかといった一冊を繰り返し繰り返し読んだものであります中学生の頃にその大山先生に手紙を書きましたすると思いがけず返信をいただきました飛び上がるほど嬉しかった今日の私の人生を決めたそれは大きな出来事でした 今、ここに、その時の、はがきですね、あり、あ持っています。私事なので、もう関心のない方は、もうこのチャンネル、も飛ばしていただければと思います。大山先生から、このような返信をいただきました。オす手紙拝見しました。私の若かりし頃の気迫に満ちた正義感。 君の心意気久しぶりに私も昔に帰ることができました大変ありがとうまたイラストも、まあ、大山先生に憧れて、まあ、下手くそながら絵を一枚描いて送ったんですねで若者はそのような体毛を気迫を持ってすまなくては頑張りなさい 母一人子一人とのこと、母さんを大事に、元気で。まあ、指針を明かすのは、かっこいいことではないと承知の上ですけれども、私は本当にこの一枚のハガキ、これに感動しました。よもや返事がもらえるとは思っていなかった。大山先生は、 少年時代の私をこうやって励ましてくれた当時の大山先生は、まあ、海外に指導に行く、まあ、出張が多く本部道場を不在にすることが多いと聞かされましたならばと空手ばかり時代連載真っただ中で、まあ、強く惹かれていた 喧嘩集団足原秀樹の門を叩いたわけであります入門時にはよもや二人の死がやがてたもを分かつことになるとは想像だにしていませんでした松山には親戚も友人もなくただ知っていたのは足原先生その名のみです。 生まれ故郷の信州稲田に龍野という町を出て瀬戸内海を渡る時チッキで布団やら本やらを送ったのですけれども係員からうちの駅当時国鉄の龍野駅ですがうちの駅からうちの駅から松山に荷物を送るなんて初めてだと言われたことを覚えています。 まあ、この、ちっき。全くの余談ですけれども、何のことか。これ、鉄道などが旅客から手荷物を預かって移送する時の引き換券のことであります。まあ、手荷物預かり書まあ、転じて。手荷物として移送すること。その手荷物を指します。まあ、チェックするが。チェッき。さらに。ちっきと。 ま変化したというふうに言われています。この手荷物制度は、まあ、宅配便の普及に押されて、昭和61年、1986年に廃止されました。まあ、今更ながら時の流れの速さを感じます。まあ、国鉄松山駅近くの木造アパートに一室を借りて始まった。 まあ明治時代の生の生生ような生活少なくとも私はそういう気分でいましたまあ富田恒雄の描いた「姿三四郎」のような気分え空手ばかり自の世界をまあ信じ込んで飛び込んだだけにまあ現実と向き合うことになった入門後はまあ違和感や反発や さまままざな感情を抱きましたけれども紛れもなく私の青春の舞台でしたそして芦原、まあ、先生の裁きは本当にすごかった、まあ、私の実力はといえば、まあ、これは箸にも棒にもかからない程度のものであります。 清美の頃は芦原先生に褒められ「お前いいよ」と言ってもらえたもんでしたが緑帯になって「ダメだお前下手だな」とまあ短足されあの頃一緒に汗を流してた仲間たちのことを今も松山時代のあれやこれやを思い出します。 安原先生の思い出はたくさんありますけれども私にとって本当に感謝してもしきれないことの一つが実は私は生意気な少年で当時中学生の頃受験勉強なんて不純なことはできないと実は高校に進学することを拒否しました。 親戚親戚からは本当に厳しく叱責され「何考えてるんだ」と言われましたけれどもまあ大山先生の教えの一つが「男というのはまあどこに生まれたか家柄とか財産があるとかないとかそんなことは関係ない」「裸一つで放り出されたときに何ができるかだ」というのはまあそれにすごく触発をされて まあ、母一人子一人という家庭環境もありましたがならば、まあ、中学卒業で何ができるかということに挑んでみようと、まあ、漠然と思って、まあ、それを人生の進路として15の時にまさに15の春に選んでしまったんですね。でほぼ同じ頃に田中学園という人が総理大臣になりました。人情小学校しか出ていないな それでも総大臣になれる。まあそうしたことも私を刺激していました。まあ、けれども、まあ、実際に独学で勉強してみると、これは大変なことだということが分かってきました、えー。さまざまに本を読み、あるいはたくさん映画を見たり、なんとかまあ自分の知性を向上させようと、少年なりに時間を費やしましたけれども、 雑学の集積が大きくなっていくばかりで何か体系だって自分に身についていくという実感が得られませんでしたまあ土方のアルバイトをしながら極新からでの通信教育の教本を見ながら稽古もしそして独学をするまあそういう十代の後半でありましたしかし独学の限界を感じたときに ああそういえば学校っていいもんだったなと思ったんですね。何がいいか。これ例えば地図を見てドライブするのに例えるとやっぱり目的地がわかる。あるいはその目的地に行く道筋が示されている。学校というのはある程度体系だって学ぶことができるんだということに改めて気が付いたわけです。そこで私は 足原先生の門下生になって空手の稽古をしようということに合わせて、えー、もう一度高校に行こうというふうに考えました昭和54年の春、えー、愛媛県立松山南高等学校に入学をしましたもちろん働きながら生活をしていく学ぶということですからまあ夜学になりますでその時に、えー、学校から 松山での保証人が必要だというふうに言われましたその書面も渡されましたしかし私には松山で知っているのは足原秀樹先生しかいない入門する際にも実はすんなりとは認めてもらえませんでしたもうお前のようなこと言ってくるやつは山のようにいるんだと最初は一斉がいいけど3か月もするといなくなる だからもう文科生はいらないんだというふうに最初突き放されましたそれでも粘ると分かったじゃあ入門を認めるということで許されたわけですけれども学校に行くということで保証人がいる先生に率直に話しましたすると先生は躊躇なく分かった とおっっしゃって私の書面手に取ると「足原秀行」と署名し犯行をしてくれましたいかに先生を慕ってきた若者の一人であってもまだほとんど私のことを知らないその段階でこの決断をしてくださったこと。 感謝ししてもしきれないと今でも思っています今日の「私」があるのは大山先生のこの一通の葉書そして芦原先生のその時の署名とハンコこれによって私は人を信じる死を持つそれはどういうことなのかということを実感しました。 空手の技量に関しては先生の期待に全く応えることができなかったけれども何かしら自分以外の誰かのために何かのために過ごしても役立てるそういう存在になりたいと思ってやってきました。後年産経新聞社に入ることが決まり産経スポーツに配属された折によく先生は「 産経スポーツの編集局に電話をくれました上島元気でやってるか励ましてくださったその後先生が病に倒れ東京から松山時代一緒に稽古して関東に戻ってきていた同門の仲間と見舞いに行きました その時の先生がどのような状態だったか忘れることができないそれでも私たちのことを心配してくださった頑張れよと励ましてくださったこの3月に ライズアップジャパンの企画で、えー、呉松山に旅をしました。会員さんと一緒にえ戦艦大和のふるさとである呉、そして日露戦争で奮闘した秋山吉古実行之兄弟、朝岡四季、そのふるさとである松山、この二つの町を訪ねる、そういう企画をしたのですけれども、その際、久しぶりに、 愛媛県護国神社を参拝しましたあれは昭和60年か61年の元日だったと思います、えー、故郷に戻らず松山に残っていた門下生の数人に初詣に行くぞと芦原先生から声がかかりました「おすおともします」 という次第で当時広島県江田島から来ていて指導員を務めていた S さんそれから千葉県から修行に来ていた M さん彼ら、まあ、と一緒に連れ立って先生と一緒に愛媛県護国神社をお参りしました護国神社にお参りをした特に先生から 政治的な具体的な発言を聞いたという覚えはありません、まあ、武道を志す者ならば他言は不要ということだったのかもしれません、まあ、お参りを終えて参道近くのお好み焼き屋に入りました「お前ら腹減ってるだろう遠慮せず食べろよ」 まあ先生がパッパッと注文をしてくださり我らはおっすいただきますとってもありがたかったのですけれどもその時門下生は誰も味わって食べる余裕はありませんでした先生はとにかく食べるのが早くてそれに合わせるのが大変だったからです なんだお前らいらないのかうまくないのかいやそうではなく先生のペースについてはいけないんですとはもちろん誰も言えない今も頬が緩む先生との懐かしい思い出です二人の師匠に還暦を過ぎた今も大いに感謝をしています ここで唐突な話になりますけれども渡辺庄司先生から教えていただいた言葉これを思い出しますどんな国の歴史にも影はありますそれをかき集めてきてこれでもかと子供に教え込んだらその国は衰弱を免れないイギリスの哲学者オーウェン・バーフィールドは 歴史の事実は雨上がりの大気中にある水滴のごとく無数にある。その断片を拾い集めればどれも事実だがある視点からそれを見ると虹が見える。その虹がその国の歴史というものである。バーヒルドはそう語っている。つまり 無数にある歴史の事実から輝く虹を見せることが一国の歴史教育の要なのである美しい虹が見える視点を与えることが戦後の日本の教育からはすっぽりとなくなってしまった、まあ、私はこのオーエン・バーフィールドの言葉渡辺先生の言葉 これは人を見るとき、人を語るときにも同じことではないかというふうに感じています。誰かを批評する、その全体像を余すところなく伝えることはできない。直接知っているからといってそれが全てではない。私も 大山先生足原先生の断片を知っているに過ぎないもっと身近にいいたたた人たちはたくさんいますその人たちが語るさまざまな話を私は耳にもし活字になっているものは目も通しているそれはそれでそこに事実はあると思うけれども私との関わりにおける事実はこれは私の中における真実なのであって 誰もも否定されないものであるそして私は大山先生足原先生に虹を見たその虹によって勇気づけられ元気づけられ今日まで生きてきたある人を全く暗黒に足ざまに語ろうとすればそれはそれで可能でしょう。 そうした材料だけを集めてくればそうなるしかしそれはあくまでも一面に過ぎない断片に過ぎないということであります例えば歴史上の偉人を取り上げるならば野口秀夫彼は医学に命をかけたけれども金銭、まあ、にルーズで女性にもルーズであった こういうい面があるしかし野口英世の本質がどちらであったかというようなことを見るならばやはり医学に命を懸けたそちらであろうと思うのです。まあ今 YouTube でさまざま格闘技の世界について語られている話を私も見て自分の関わりにおいて 感じたことを今日はお話をいたしました皆さんも自分の人生の中で自分の人生を決めるそのきっかけを与えてくれた人あるいは出来事といったものがあると思いますそれについてどのように受け止めるかまその資産の一つとして私の経験話が少しでも役に立てばというふうに思っています 本当に私ごとで、えーまあ、熟じたるものがありますけれども人は世話になった人への感謝といったものを持ち続けることが力の源泉になるということこれだけは間違いないというふうに思っていますご視聴いただきまして本当にありがとうございます高評価チャンネル登録コメント お待ちしておりますよろしくお願いいたします